ったかいじゃん。はい、ということでね、はい、今ね、大分県の小松地獄っていうところに来てます。地獄巡りとしてはね、非常にマイナーなポイントみたいなんですけど、茨城県民からしたらすごいです。すごいなぁ。ちょっとね、まだ今日は肌寒い感じなんですけどね、山の中。ここの中一帯だけはちょっとあったかいっていう。すごいなぁ。すごいよ、本当に。あちこちでブク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 言ってんじゃないの。なんでここがマイナスポットなのかがわからない。うん、いわゆるだって ああいうのがきっと泥湯なんでしょ。だってこれ茨城にあってさ、あの辺にさ、宿でもあったらさ、もう年間ものすごい数の人来ると思うよ。茨城ないもん、こんなの一個も。すげえ。なんかクリーミーだな、随分。ええな。マジちょっとあったかいよね、この辺は。すげえよ、あそこなんか湧き放題じゃんよ。あそこほんとすごいよね。これがマイナーだっつんだからよくわかんねえな。じゃあ何ならメジャーになるのっていう話だよね。はあ。いや、すごいな。わあ、なんか幻想的だな、これ。山の緑と。うん、だからこういう硫黄でも育つようなやつなんでしょ、きっと。うん、約9分で茹で上がりますって。地獄温度92度って。ここがマイナーなポイントだっていうのが全く理解ができない。すごいよ、そこもクリーミーなのがドボ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 出てきてて。あ、でも虫みたいのもいるね。虫がほら、クモみたいのがパッと歩いてる。こういうところ独特のこう生物っていうか生態系があったりするんだろうな、きっと。すげえぞ。いやー、日本狭いようでやっぱ広いな。ここがマイナーだっつうのが全くもって理解できない。
茨城から一歩も出たことない人にとっては全く縁のない景色だよね、これ。これなんかもう疲れそうじゃん、これ。相当暑いからあれだろうけどさ、すごいよ、ここも、実は。すごい感じだね、うん。ちょっと、飲んだら美味しそうな色してるよね。なんかあの、ミルクセーキみたいなさ。うん。いやー、すげーなー。見たことのない感じの苔だったりとかするのかな、やっぱり。すげえな。これ無料だよ、今。1円も払ってないよ、ここ見んのに。恐れなんだったら肺がん料はかかっちゃうけど、まあまあ、はあ、あっちもなんかすげえじゃんよ。本当だ、案内出てるの。雲かと思ってよく見たらあそこすげえぞ、なんかなんかあんだな、あそこもな、きっと。あんなに煙出てる。実は噴火してるとか言わないよね。わあ、すごい眺めだな。すごい眺めだよ、これ本当に。すげえじゃん、あれ。うん、あそこもすげえだろ、噴火してんじゃねえの、本当は。俺らが知らないだけで、のんきに見てるだけなんじゃないの、実は。すげえぞ、だって。噴火じゃない。笑ってらんないよね。すごいよ、でもあれ。もうもうと立ち上ってるよ、あれ。いや、わかんねえ、何が起きてんのかな。いや、ほら、もうだってこれ、茨城県民、あの、筑波山からああいうふうになってみれば、もう噴火だから、もう。大ごとだから。あんな出るもんなのかな。すごいよ、だってあれ。なってうん、わあ、すげえな、すげえ景色だな、すごい景色だよ本当に。山の中があんなになってたら、おお、筑波山だったらもうみんな逃げてるよ。そっからって、うん、大ごとだよ。まあ、筑波山はもともと活火山じゃないからあれだけど、もし万が一それがね、山の中腹であんなことになったら、もう大パニックだよ、茨城。すごいよ、綺麗だな、うん、わ、来てよかった、穴場地獄。マジすげえんだけど。いや、マジすげえんだけど。何あれ。いや、わかんねえ。実は逃げた方がいいシチュエーションとかないよね。あ、すごいなあ、これがマイナーだっつんだからさ、理解できねえよ。すごい。あんちゃー、九州すごいなあ。
あれ全然驚かないってことは多分あれが日常なんだろうな、きっと。すごいな。え、なんでこんなに観光客いないの、ここに。いや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 、だってこれ本当に茨城に仮にあったとしたら、箱根と、あとは群馬の湯畑、言ったらあの草津のさ、あれと並ぶぐらいの凄さになるよ、ここ。茨城にあったら。ないけど。ないんですけど。いや、ちょっとさ、本当に他の県来ると思うけど、茨城になんかちょっとくれよって言いたくなるよね。すごここも何気にすごい湧いてるもんね、これもね。はあ、すごい。ちょっと見てみるまでは不安だったんだわ。はあ、すごい。さあ次行きましょう。こんなだとは思わなかった。じゃあすごい。でこれまたちょっともう終わりかなと思ったら向こうからも湯気上がってんだもんね。でも動画止めたくても止めらんないっていう。すごいよ。すごい。こう下から見たいよね。うわ。もう終わんない。うおお、くっせすごいよ。すごい、とにかくすごい。そこいっぱいあんな。はい、ということでね、大分県にある小松地獄でした。ぜひね、一度自然のね力を感じたい方はね、来ていただくといいかもしれません。あの噴煙みたいなのびっくりした今。